みなさんこんにちは。あ、彩香さんこんにちは。コメントありがとうございます。今日は先週は、紅葉ウィークということで配信5日間皆さんありがとうございました。今日は岡崎のエリアを散歩ということで、今はケアゲインクラインにいます。ゴマフッコさんありがとうございます。はい、今インクラインにいます。ここから岡崎小屋の方まで歩いて行って、ポケモンマンホールを探しに行きたいと思います。今日は、ロボホン課長とずっと一緒に歩いていこうと思います。今日もよろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。チャットでたくさん感想とかも送ってもらえると嬉しいです。いつもロボホン課長は、ワープ式で一緒に、ワープ式で一緒に、入り口で会ったかと思えばお庭にいたりみたいな感じなんですけども、今日は一緒に歩いていこうと思います。ケアゲインクラインは、今ここにもあるんですけど、桜の木があるんですけども、桜がすごい綺麗な場所で有名なんですけども、ちょっと入り口の入ってきたところら辺のモミジもとても綺麗だったので、そこも皆さんにお見せできればなと思います。一度この YouTube でも、今年の春先に京都の桜のスポットを紹介しようっていう動画で、一度私とあともう一人、先輩と一緒に来たことがあって、そんな動画も YouTube で上がったりしています。ちょっと課長、桜の時期歩きました。桜の時期は人もすごいですよね。ちょっと今はあんまりいないんですけども、こういう人がいない季節、時期っていうのはなかなか珍しいかなと思います。インスタで、あ、インクラインで母が転んで骨折したことあります。え、大変ですね。それは確かにちょっと足元気をつけないと危ないと思います。大変ですね。伊藤真理さん寒そうですね。あ、コメントありがとうございます。そうですね、今日は なんだか日に日に寒くなっていってる気がするんですけども、今日もちょっと寒いです。あ、枝松さんこんにちは。皆さんコメントありがとうございます。こんにちは。ちょっと車通りがあるので、もし音声声が小さいとかあったら、またコメントで教えてください。こちらがその入ったところなんですけども、この床に地面に落ちたモミジがすごい綺麗だなと思って、この石畳ととても合っていて綺麗だなと思って、皆さんにちょっとご紹介したいなと思いました。もう12月入ってちょっとだんだん紅葉も落ち着いてくるかなと思うんですけども、ここら辺まだ綺麗なところもあったので、岡崎公園に行く途中の道でも紅葉あったら立ち止まってみたいなと思います。間違ってインスタ入ってました。あ、本当ですか。
今チャット欄でいつもインスタ担当の方がチャット欄でコメントしてくださってるんですけども、インスタライブの方で、今日は YouTube ライブですよっていうお知らせもしてくださっています。みゆきさんこんにちは。ちょっとお知らせが急になってしまったのですいません、ありがとうございます。ナイトさん、いいねをしました。ありがとうございます。皆さん、よかったら高評価とかも押してください。ありがとうございます。忘れてました。皆さん、今日はここから平安神宮の鳥居の前とかも通って行こうと思うんですけども、皆さんここら辺はいらっしゃったことありますか？先ほど桜の時期にインクライン行きましたっていう方もいらっしゃったんですけども、枝松さん、落ち葉の紅葉も綺麗ですねってコメントありがとうございます。SK さん、南禅寺なら行ったことあります。あ、本当ですか。南禅寺も、実は私南禅寺に行ったことがないんですけども、インスタとか写真はよく見るんですけど、すごい綺麗ですよね。水路閣のところもとても有名で、お寺の前のところもドラマとかでもたまに見たことがあります。桜の時、南禅寺の近くだけ、あ、ここまでは来たことがない。あ、本当ですか。あ、人力車で、あー、あ、動物園、京セラ美術館、南禅寺から銀閣寺まで人力車で、あ、そうなんですね。夏に行った時はこの先の噴水が気持ちよかったです。みゆきさん、ありがとうございます。先生、この先に噴水があって、今日もその噴水の隣を、歩いて行こうかなと思ってます。今日の京都寒いですか？コメントありがとうございます。そうですね、今日はちょっと天気も曇り気味で、雨は降ってないんですけども、ちょっと寒いですね。ムリンヤンも、そうですね、近くにあります。ムリンヤンさんでもインスタライブしましたね。歩くの大好きだから今度歩いてみよう。あ、いいと思います。ここら辺は近くにいろんな観光スポットがたくさんあるので、歩いて回るのもとってもいいと思います。あ、東京かなり雨降っています。そうですね、なんかすごい今日朝テレビで強風とあと雨がひどいっていうのを聞きました。大丈夫ですかね。
あとこの近くで行くと、京セラ美術館でも配信しましたね。今私すごい赤信号だと思って止まってたんですけど、青信号だったですかね。渡りそびれてしまいました。ムリンヤンさん夏に行きました。配信したのもちょうど新緑ぐらいですかね。もうさっきちょっと早めに来ていろいろどう歩こうかなっていうのを考えるためにうろうろしてたんですけども、その時にあ、ここインスタライブで配信してたな、あ、ここも配信してたなとか思って、京都のどこに行っても配信したって言えるんじゃないかなとかで思っていました。皆さん、あ、信号見ておきます、すいません、ありがとうございます。皆さん配信インスタライブの方はいつ頃から見てくださっていましたか。実は今日は、98回目の今日は YouTube ライブなんですけども、配信は98回目になります。蹴上から金閣寺往復してます。あ、青です。蹴上から金閣寺往復しています。哲学のところね、元気かな。あ、またぜひ会いに行ってみてください。あやかさん、桜の時期からありがとうございます。あ、しまった、100回もやってますもんね、ということで、アイラフさん、青です、ありがとうございます。今日が98回目ということで、ちょっと先の歩いてる間にちょっと先の話をすると、明日インスタライブの方で99回目の配信を、明神寺の養徳院さんでさせていただきます。そして100回目の配信の場所も、決まっておりまして、12月14日に嵐山の花灯籠から配信します。夜の配信になるかと思います。今その100回目の配信に向けてちょっと準備をしておりまして、ダイジェスト動画とかも今私の方で作ったりしています。竹の寺からです。あ、ありがとうございます。地蔵院さんの宮沢先生がピアノを弾いてくださった回ですね。ありがとうございます。あの時は盛り上がりたくさんでびっくりしました。そうですね、あの時は何だったかな、300人以上ぐらいでしたかね、見てくださっていたかと思います。あ、ステファニーさんがゲストの時から拝見させてもらっています。カスミンさん、ありがとうございます。鴨川で一緒にコラボ配信しましたね。渡辺さん、花灯籠今年で終わりますね。あ、そうです、今年が最後の、今年度が最後ということで、ちょっと花灯籠の話が出たついでにお知らせを言うと、MK トラベルの方で花灯籠、嵐山花灯籠の往復送迎の往復送迎便を販売予定でして、こちらまだ販売されていないんですけれども、また販売されたらインスタとか SNS でお知らせ予定なんですけども、12月10日から始まる花灯籠で、12月10日から12月19日までの開催の期間は、1
1日1本随時運行という形だそうです。この時期嵐山ちょっと来週行くのもドキドキするんですけども、ちょっとすごい寒いと思うので、皆さん行く際はよかったらタクシーで暖かく向かってください。行き帰りとっても寒いと思うので、花灯籠楽しみです。ありがとうございます。昼間と違って夜の竹林はいいですよ。あ、そうなんですね。楽しみです。私も初めて行くのでとっても楽しみです。最後の最後の本当に最後に行きますよ、花灯籠ということで、もう行くご予定があるんですね。とっても寒そうなのでぜひ暖かくして行ってください。あ、飛ばしてしまったんですけども、今目の前にあるのが京都市動物園ですね。すごい歩ける距離に本当にいろんな楽しい観光の場所があって、歩いて回るのとってもいいと思います。皆さん動物園、京都市動物園とか行かれますか？花灯籠結局行けなかったです。じゃあぜひインスタライブの配信で楽しんでください。岡崎エリアは見どころたくさんですね。本当にそうだと思います。ありがとうございます。ちょっとこのことを話そうって思ってたことがあったので、あ、そうですね、皆さんインスタグラムのストーリーのキャンペーン、 AR の同時付ですねのキャンペーン、ご応募ありがとうございました。ミニカーですね、プレゼントのミニカーについては年末年始にかけて発送準備していきますので、また届くのを楽しみにしていてください。そうです、疎水の近く、疎水のところでも桜の配信しましたね。船に乗せていただいて配信しました。ダイジェスト動画と作っていて、本当に配信を振り返る機会が多くて、あ、ここもやったな、あそこもやったなとなってるんですけども、よかったら皆さんがこの配信もうすごい好きでしたっていうお気に入り配信とかあったら、またそれも教えていただけると嬉しいです。今そのダイジェスト動画、ダイジェストなので全部の箇所がちょっと入っていなくて、これ好きですっていう配信教えていただけると、またそれも追加してみようかなと思います。ミニカー当たりました、ありがとうございます。あ、おめでとうございます。届くの待っていてください。山の方も結構色づきが、フェネック、あ、
あ、人力車の回、人力車の回は入れました。ありがとうございます。バッチリ入れました。あ、鳥見えましたね。大きい鳥居が見えてきました。あの、鳥居といえばなんですけど、私はあの京都の出身ではなくて、京都の学校に進学しようと思って来たんですけども、その時の受験で京都に来た時に、あの赤い鳥居の前を車で通ってすごい印象に残っていて、京都といえばあの大きい平安神宮の鳥居という感じがするんですけども、皆さんの京都といえばっていう何かありますか？美術館のゆるキャラ、トラリンっていうゆるキャラがいるんですか？あ、皆さんありがとうございます。あ、千光寺さん、あのなんだかすごくハラハラするドキドキする配信だった回ですね。トラリン、すごい、ちょっとトラリン気になるのでちょっと後で調べてみます。ここの紅葉もとっても綺麗で、あー、送り火、そうですね、確かに。あ、冬至、なるほど、新幹線から見えるのがいいんですね。すごいコメント欄にたくさんトラリンが。あ、京都タワー、伊藤まりなさんありがとうございます。あ、新御寺、八坂の塔、清水寺、京都タワー、あー、京都タワーはやっぱり多いですね。京都についてもう一番ぐらいに目に入ってきますね。あ、みゆきさん、西から新幹線でお越しですねというのは先ほどの当時のお話からもしかして。平安神宮の鳥居初めて見たときびっくりしました。そうですよね、もうめちゃくちゃ印象に残りますよね。平安神宮の鳥居のところで虹飛び練習したな。すごい、観光スポットで虹飛びの練習いいですね。仏像と景色のバランス取れてて好きなのは当時かな。京都には好きなお寺がたくさんあります。コメントありがとうございます。平安神宮の前は人力車での撮影ポイントです。やっぱり赤い鳥居と、あと赤い橋と赤い建物がすごくいいですよね。目にバッと入ってくる感じがします。
インクラインから平安神宮って意外と近いんですね。そうですね、今配信始まってから、26分。あ、すいません、私ポケモンマンホールのことをちょっと忘れていました。危ない。いろいろなドライバーさんのご登場会も楽しかったです。あ、そうですね、吉田さん、西山さん、あと諸川さん、中村さん、山上さん、あの本当にたくさんの方が出てあのガイドしてくださいましたね。またドライバーの方にもあのライブご出演いただけたらなと思います。私がとっても大好きな鳥居です。この周りはリンリンさん、コメントありがとうございます。この周りは落ち着いていて好きです。そうですね、ちょっとあの祇園とかの方とはまた違って、少しあそこよりはちょっと人が少なくていいかもしれないですね。図書館も行ってないな。あ、そうですね、反対側に鳥居の横には図書館ありますね。車の中でポッドキャスト聞くのおすすめです。あ、ありがとうございます。YouTube でドライバーの方がいろんなお話をしてくださったり、ドライブに出演してくださった方がお話をしてくださるポッドキャストも YouTube で、動画を投稿しています。あ、まるさん、こんにちは。ありがとうございます。前半部分は、じゃあぜひ間に合いましたということなので、前半部分はぜひアーカイブ見てみてください。本当に。岡崎公園までもう少しです。鳥大きいですよね。すごい赤い感じの赤色がすごい好きです。二重跳び練習したけどできなかった。あ、そうなんですね。京都にずっと住まわれてる方のお話とか聞くと面白いですよね。すごい観光のすごい場所で、なんか今みたいに二重跳びの練習だったりお散歩コースですという方だったり、すごいいいなと思います。皆さんコメントありがとうございます。岡崎公園のベンチに座ってまったりするのも好きです。今日はちょっと寒いですけど、もうちょっと暖かい時とかいいですね。ちょっと寝ちゃうかもしれないです。レンタサイクルで嵐山、金閣寺、平安神宮、南禅寺回りました。すごい、嵐山
自転車ですか、すごいですね。今度は MK さん利用します、ありがとうございます。ぜひあのその時はドライバーにガイドとかもぜひしてもらってください。100人超えました、ありがとうございます。本当ですね。あ、動物園がありますか、コメントありがとうございます。そうですね、ちょっと今通り過ぎちゃったんですけども、右後ろぐらいに京都市動物園があります。マンホールはどこでしょう、今からマンホール探すんですよね。ちょっと頑張って探します。あと何分かな、あと10分くらい。ちょっと調べたところによると、今日は炎タイプのポケモンのマンホールということなんですけども、ポケモン、皆さんポケモン好きですか。私ポケモン、あの一回配信で言ってたんですけど、ポケモンすごい好きで、マンホール、あんまりでもマンホールっぽいものがないので、もしかしたらちょっと地面見てたらすぐに見つけられるかもしれないですね。あ、応援ありがとうございます。あ、そうだ、お知らせ、あ、次の配信の予告ですね。明日は、はい、明日は妙心寺養徳院さんから、インスタ、明日はインスタライブで配信です。お昼12時15分から配信になります。明日もぜひご覧ください。明日が99回目です。で、100回目の配信は12月14日夜に嵐山の花灯籠で行います。マンホールっぽいものが、マンホールはあるんですけど、ポケモンのマンホール、明日は仕事などで見れません。あ、本当ですか。ぜひ、アーカイブで見てください。あ、ポケモン GO で覚えました。ポケモン GO もすごかったですよね。ポケモン第3次ブームです。あ、本当ですか。それは、やっぱりゲームのゲームでしょうか。わ、14日の夜スケジュールに入れました。 ありがとうございます。ぜひご覧ください。あ、見つけました。あ、ポケカですか。よかった、見つかりました。よかったです。日の嵐とひひだるまですね。わ、日の嵐めっちゃ可愛いですね。よかった、見つかりました。ちょっとゆっくり歩きすぎて本当に見つからないかと思ったんですけど、よかったです。あ、場所知らないです。さっきの時にちょっと探しておこうかなって思ったんですけども、やっぱり配信で探さないとと思って、岡崎公園まで来ることはさっきしなかったです。ありがとうございます。拍手おめでとう、ありがとうございます。よかった、すごい。本当にポケモンマンホール見るたびに思うんですけど、本当にふとしたところにあるので、しっかり見ておかないと。ここですね。
見つかってよかったです。あ、今日もありがとうございました。こちらこそご視聴ありがとうございました。江戸松さん、ありがとうございます。え、マンホールカードっていうのがあるんですか。へえ。あ、来年こそ桜見に行くよ。ぜひ見に来てください。あ、紅葉はですね、ちょっと終わりかけですかね。でもまだ見れるところもあります。 MK さんからコメント来てますよ。なんて来てましたか。あ、これかな。ポケモンマンホール見つけられずに終わるパターン、回避です。私もちょっとドキドキしました。今日は遠隔で配信サポートしてくださってるんですけども、ドキドキ、自分もドキドキしたし、ドキドキさせてしまったかもしれません。本当に皆さん、ポケモンマンホールの配信も今までやってきたんですけども、嵐山とあと丸山公園もですね、あと梅小路公園で、ここが4カ所目になります。多分あともう1カ所京都に、京都市内にあると思うので、その配信もまたいつかできたらいいかなと思います。あ、そうですね、上りが目印かもしれないです。皆さんも可愛いので写真撮りに来てみてください。岡崎エリア、本当に平安神宮もあったり、経営インクラインからも近いし、動物園だったり、ムリンヤン、お寺だったり、いろいろあるのですごく楽しめる場所かなと思います。岡崎公園でもゆっくり、天気のいい日にゆっくり行きたいですね。先ほど左に行かれた時は見つからないと思いました。あ、場所をご存知でしたか。もしかして、よかった、本当にほっとしています。皆さんありがとうございます。マンホール探しお付き合いいただきありがとうございます。丸山公園の時も楽しかったですね。 ありがとうございます。あれ何月ぐらいでしたかね。あ、おしゃれなカフェあるんですね。へえ。カフェもあるんですね。本当にずっと楽しめますね。いいですね。あ、グッドボタン押しました。ありがとうございます。タムタムさん、ありがとうございます。次の配信が、今日皆さんお付き合いありがとうございます。次の配信は明日、妙心寺の養徳院さんで、明日はインスタライブになります。またお昼ご視聴いただければなと思います。また今日の配信とかも、最初見てない方いらっしゃいましたら、ぜひアーカイブ残りますので、また見ていただければなと思います。そして今日が98回目の配信だったんですけども、100回目の配信は来週の火曜日12月14日に、嵐山の花灯籠で行いたいと思います。夜の配信になりますので、また見ていただければなと思います。黒蜜きなこさん、グッドボタン押しました。ありがとうございます。あと YouTube も、これからそう、私がいろんなところに行って動画を撮りたいと思いますので、よければチャンネル登録をして、また動画の更新見ていただければなと思います。この前の配信からも、見てくださった皆さんがいろいろ高評価だったり
あと登録してくださってありがとうございます。これからもたくさん頑張りますので、またよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。皆さん寒くなってきたので、お体にもお気をつけてお過ごしください。